新たに感染が確認されたのは、いわき市で29人、福島市で16人、郡山市で14人など、合わせて105人です。一日の感染者が100人を超えるのは、去年8月26日以来およそ5ヶ月ぶりです。医療機関に入院している人は重症の一人を含む227人で、病床使用率は30.9%に悪化し、 およそ4ヶ月ぶりに30%を上回りましたクラスターの拡大や発生も確認されていますいわき市の小名浜海生高校で新たに生徒5人の感染が確認されクラスターは20人に拡大また、郡山市では幼稚園でクラスターが発生し今日までに園児5人の感染が判明していて 濃厚接触者の特定などが進められています県はまん延防止等重点措置の適用に向けて政府と調整を行っていて特に感染が拡大している南相馬市や郡山市、いわき市などを想定しています。